朝ごはんできたよ、ハル。ああ、食べないの？冷めちゃうよ。そうだな。ハル、ちょっと、夢見てるんだ。大丈夫か、マコト。あ、ありがとう、ハルちゃん。ちゃん付けはやめろって。まずは電車。よし、行こう、ハル。そろそろ部屋を見つけないと。おう。はるか先輩たち、そろそろ東京着いた頃かな。この間卒業式が済んだばかりなのに、なんだかものすごく遠くまで来ちゃった気がするね。東京は大して遠くない。リンはオーストラリアだしね。もっと遠くまで行こうとしてる。俺も早く部屋決めないとな。うん、帰りのバスは明日だから、それまでにはね。ああ、キスミのおじさんってどんな人なんだろうね。そっくりだったら帰る。お邪魔します。いらっしゃい。そっくり。誠、帰るぞ。あ、待ってよ、ハル。久しぶり、誠。ハル本人、なんでキスミがここに。やっぱり帰る。だから待ってって。免許取ったんだね、キスミ。誠はまだ。俺は受験で忙しかったから。でも春はもう取ったんだよね。ああ。免許取る時間あるのに部屋探しは後回しだなんて春らしいね。うるさい。春どう。お、風呂が狭い。まあ3点ユニットだから。春はそこが一番大事だよね。実は心理的貸し物件なんだ。心理的貸しって、ひょっとして。そう、いわゆる事故物件ってやつ。実は先月この部屋の住人が。言わなくていいから。ここはダメだよ、春。気にしすぎだ。そんな、絶対やめた方がいいって。誠は関係なくない。住むのは春なんだし。でも俺が遊びに来るとき怖いし。相変わらず仲いいんだね。別に普通だ。ここはお風呂とトイレは別か。キッチンもガスだよ。良さそうじゃない。見ないとわからない。これからどうしようか。外からでも先に見ておきたい。うん、じゃあ行こっか。周りの環境とか結構大事だもんね。ああ、まだ探し中。そっちはどう？お部屋探し頑張ってください。ちなみに部屋探しの理論によれば、ああ、ちょっと渚くん。それじゃあまこちゃん、はるちゃんにもよろしくね。うん、じゃあ。もう、何やってんだよ。俺たちも頑張らないと。
ここから徒歩10分か。こっち？多分合ってる。綺麗なところだね、ハル。ああ。ねえ、あれじゃない？アパート。そうだな。わかりやすい道でよかった。あと、この公園、岩飛び所の近くにあったやつとちょっと似てる。幼稚園の時、誠が鉄棒から落ちた。そうそう、あの公園。この部屋だ。表札もないし、もう引っ越し終わったみたいだ。あの建物ってもしかして。ああ、プールみたいだ。こんな近くにプールがあるなんて、春にとっては最高の立地じゃない？ここに決まったらいつでも春の好きな時に泳げるね。別に大学で泳げる。俺はフリーで絶対一番になるんだ。ちょっと荒さはあるけど、いい泳ぎ、いいコーチに指導してもらってたんだね。でもところどころ力が入りすぎててフォームが崩れてる気がする。リカバリーはすごくいいんだけど、水中でも肘は曲げすぎずに、こう、あ、そうそう、そのまま自然に水を。どうぞ、ハル。ここが俺の借りた部屋。何もないけど少し休んでいこうか。ああ、カーテンも買わなきゃな。忙しくなるな。うん。ねえ、ハル。なんだ？実はね、今日俺ちょっと不安になっちゃってたんだ。この知らない街で本当にやっていけるんだろうかって。でもさっき春とプールに行って美咲くんに教えることができて、やっぱり俺水泳の楽しさをもっともっと子供たちに伝えたいって思った。いつか春言ってくれたよね、誠は誠だろって。だからどこまでできるかわからないけど、この街で自分らしく精一杯頑張ってみたい。あ、それにあの美咲くん見てるとなんか昔の凛を思い出しちゃって、俺も頑張んなきゃなって思ったんだ。凛はあんなに素直じゃなかった。確かにそうだったかも。さすがに東京は車が多いね。大丈夫か、誠？ごめん、ちょっと緊張しちゃって。ウチョ、ハル、前に、うわぁ。ハル、すごい。俺はまだまだ慣れるまで時間がかかりそう。清掃まだって言ってたけど綺麗だね。住んでた人の人となりがなんとなくわかる気がする。ああ、ここに決める。前住んでた人をバイトでコーチしてたってことは水泳経験者なのかな。そうな。お疲れ。撮影の準備はどう？俺たちに手伝えることはあるかな？あ、はるちゃん、まこちゃん。差し入れ持ってきた。ありがとうございます。なあ、誠、サバという字を手のひらに書いて舐めろ。どんな字だっけ？